everyday moments are the important moments that connect us. キウナ名古屋。皆さんこんばんは。3月23日火曜日午後10時になりました。名古屋にあるダンサースタジオからキウ名古屋お送りいたします。あのね、王子ね、ここね、1日2日ね、公務にね励みすぎましたね。全身筋肉痛でね、ちょっとね、体が疲れておりますけども、ただね、綺麗なお姉さんとね、デートすればね、回復しますので。またバチバチ来ちゃったね。はい、お隣。はい、先週の金曜日から、ぎっくり腰ならぬ、ぎっくり背中で、本当に土曜日一日動けませんでした。辛かった。今もちょっと痛いです。味噌煮込みスキーと。今日ですね、某スーパーなんですけども、ちょっと仕事で行ってきたんですけども、オープン前で、パートさんのオリエンテーションをしてたんですけど、絶対これ密だなぁと思ってて、こういう時は、窓開けたかったなぁと思ったダンサーズでございます。はい、こんな3人がお届けします。はい、今週のテーマは私の健康法。ヘルスケア。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。また、インターネットラジオ配信サイト、マイチューナーラジオからも放送しています。マイチューナーラジオアプリ、またはマイチューナーラジオサイトから FM ギノワンで検索してください。本日の電話ゲストは、映画、東京アディオスの監督であります、大塚恭司さんです。22時12分頃からとなります。この番組は、高級木材のご用命は、名古屋中川名木、名誉総裁賞受賞の首里饅頭、那覇、首里、中村製菓、フォークリフト整備、塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋、AAA と、ザ・カバーズ、絶賛発売中、大城バネサの R サプライ、陸上、海上輸送一貫サポート、東海協和、沖縄の紅芋丸焼き、誠餅店、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたします。キウナ名古屋。はい、メールのコーナーでございます。はい、それではですね、はい、こちらは、アレックスさんですね。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。大体名古屋チームの皆さんこんばんは。炭酸水を常温で、王子もね、常温で飲みますよ。結構シュワシュワきますけどね、冷たさがないとね、結構喉越しいい感じがしますけども、皆さんどうでしょうか。はい、いろいろ健康法と言われるものを試しましたが、よく動いて、おいしい飯食って寝てクソしてたらいいと思います。結構過激でございますね。ね、アレックスさんね、今原文のまま読みましたね。はい、強いて言えばタバコを吸わない、副流煙を吸わないことですね。私は吸わないけど、副流煙を吸ってたら急性副鼻腔炎になりました。そこから鼻詰まりがひどくなっています。まあそうですね、近くにね、タバコ吸ってる人の近くにいればね、同じようにね吸っちゃうってことがありますけども、まあ今はねソーシャルディスタンスがね流行ってますのでね、離れて離れて。でも今日はね、いいメールですね。王子もねちょっとドキドキしちゃった。あれ王子、そういえばあれ
タバコ吸うんだっけ？タバコ吸いますよ。うん、タバコ吸いますよ。うん、吸うんですけど、あの、皆様にご迷惑がかからないようにと思ってるんですけども。なるほど、ソーシャルディスタンスでね。そうです。はい。僕もソーシャルディスタンスしたいですね。あら、そう？離れてっちゃった。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。では行きます。はい。名護しまなーさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。私の健康法。まずはサプリメントをいろいろ飲んでいます。食材で取るのはなかなかで、手っ取り早いところがサプリかなと。あとは時間のあるときはウォーキングしたり、ストレッチしたりですが、最近はお酒も少し控え始めてますよ。あとは健康法はストレスをためないことで、綺麗なものを見たり、美味しいものを食べることかな。また大好きな人たちと旅行したいので、それまで健康に気をつけなきゃです。それでは失礼いたします。あ、追伸、あ、みそさん。足の状態はどうですかということで、ありがとうございます。足の状態より今、そうだね、背中の状態がですよね。ね、いやーね、ほんと、健康っていうのはね、うん、大事だなって思います。あのね、今のね、サプリメント の話ですけども、はいはい、当時ね、あの、ダイエットサプリメントずっと飲み続けてるんですけど。飲み続けてるの？はい。ここ最近ね、ヘルスメーターに乗ったらね、うん、2.7 キロ増えてましたよ。あれあれ、全然。もう、効果ないんだよね。ダイエットサプリの意味は、うん、いや、いろいろね、こう多分こう、食欲を抑えるとか、こう、便通が良くなるとかだと思うんですけども、なぜか知らないですけどね、うん、2.7 キロ増えてましたよ。まあ、それを上回るほど食べたり飲んだりしてるってことでしょうね。だよね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、では、もう一ついいですか？はい、はい、お三方さん、こんばんは。フルムーン新一です。ありがとうございます。ありがとうございます。テーマ、健康。昨年1年間体調が悪かったので、体質改善のため中断していたウォーキングを今年から再開しました。特にここ2ヶ月は毎日1時間以上歩いています。おかげで背中の血行不良と腰の痛みがほぼなくなり、長期間悩まされていた不眠も劇的に改善しました。基礎体力も上がったような気がします。ダイエットも兼ねているので、しばらくこのペースで行こうと思っています。自分なりにウォーキングを続けるポイントがいくつかあるのですが、これはまた次の機会に。え？次の機会に？そう、今聞けるかなと思ってちょっとドキドキしたんですけど、うん、残念ながら次の機会でした。でもね、ウォーキングもね、本当にいいですね。うん、まあ、こうマラソンとかこうランニングっていうのだとね、なかなか長続きしない場合がありますけども、ね、ウォーキングは本当にで皆さんいいよっていうことでね。ね、そう、うん、結局膝を悪くしたのも今まで動いてたのを急に動かなくなったから、それが元なんじゃないかなって思ってて、うん、やっぱり歩くってすごい大事だなって思います。そうです ね、やっぱりそう思います。はい、ありがとうございます。ということで。ツイキャスでね、はい、シプリームさん、はい、スタジオの皆さん、全国の滑り王子ファンの皆さん、こんばんは、ピスタチオです。恥ずかしい。なんだろう。あ、大勝からもしさんはね、健康法、自転車ですねって。あ、自転車もいいですね。ね、うん。で、カープボーイさん、うんと、みそ煮込みスキーさん、ヒゲを剃ってもヤクミツルさん、こんばんは。MVP おめでとうございます。ありがとうございます。あ、これは はい、西松の話ですね、うんうん。はい。背中は大丈夫ですか？大丈夫じゃありません。骨格調整が名古屋にもあればおすすめしますよ。僕は魂さんのところですぐ治ったし、すぐ治ったし、あ、痺れが取れて健康ヘルスケアは通販の健康グッズやマッサージチェアぐらいですかね、ということで。そうですね。魂さんのね、骨格調整、ほんと近かったら、うん、今この、もう本当に施術してもらいに行きたかったです。うん、ね、沖縄なので、ね。今ね、ふっと思ったんですけど、はい。今、みそちゃんね、お背中の調子が悪いようなので、はい。王子流しに行ったらどうかなと思ったんだけど。遠慮しません、遠慮しません。あんまり効果ない？いやいや、ちょっと余計悪化したら困るから。やっぱり。小勝からもしさんがね、お引き取りくださいということですね。はい、小勝からもしさん、王子にはダイエットサプリ効かないんですねって。全然効かないですよ。びっくりしちゃったもん本当に。スプリームさんはね、自分があれこれ悩んで病むより脳天気に過ごすことが最高の健康法ですっていう。あ、でもそれ、まあまあ、そうですね、一番、うんうん、ストレスなくてね、
一番いいんじゃないですかね。ね。うん。はい、これ読んでいいのかな、セルライト金次郎さん、はい、私は万国公園をウォーキングしていますっていう、あ、うん、あのね、万国公園って沖縄にある、うん、公園なんですよ。あ、そうです、うん、いいですね、散歩、これやっぱり散歩いいですよ。散歩いいですけどね、うん、このね、公園の名前読むとすごい勇気がいるんだよね。あー、でも大丈夫おだまり、うん、はい、ということですね。はい、はい、ということで、はい、CM の後はゲストコーナーです。はい、はい、キウナ小屋。建設内装材のことなら名古屋の中川名木、奈良、桜、花梨など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 名古屋市厚田区にあるトリプル8ではフォークリフトの整備・塗装ができる社員を募集中。社員料完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ052-653-0071、 052-653-0071 までお電話を。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里まんじゅうとくんぴん、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユーレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。大城バネサです。私の最新アルバム大城バネサザカバーズには、美空ひばりさんの一本の鉛筆から上村かなさんのトイレの神様まで全部で10曲入ってます。とっても素敵なアルバムになってますよ。ぜひ皆さん聴いてくださいね。私ども東海共和の国内物流部は、名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話 052-389-7817 東海共和まで。沖縄で創業60年、大人気沖縄の丸焼き、外はもっちもち、一口食べたらじゅわっと、贈り物としても大好評、日本全国お届けします。紅芋大好き。詳しくはまこともち店で検索。はい、ではゲストコーナーです。で、本日は映画東京アディオスの監督でございます大塚恭二さんになります。こんばんは。どうも、大塚です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。失礼いたします。私、はじめましてになります。名古屋のダンサーズと言います。よろしくお願いいたします。どうも、はじめまして。まず、ありがとうございます。まず、自己紹介の方、お願いしてもよろしかったでしょうか。映画、東京アディオスの、監督、プロデューサーやってます。大塚恭二と言います。ありがとうございます。はい。まずですね、東京アディオスという映画のことでお聞きしたいんですけど、はい、まず、この映画はどういった映画になりますでしょうか。ですね、東京に、まあ、たくさんお笑い芸人がいるんですけれども、はい、その中で、まあ、一部の芸人たちが、はい、テレビに出たりとか、賞レースを目指さないで、はい、自分の独自のお笑いをこう続けてるっていう一団がいるんですね。はい。で、その中で一人、その横須賀丸っていう実在する、芸人がいるんですけど、その彼をまあ主人公にして、はい。その彼の生活と、それからまあ、お笑いの活動を、まあ、ドキュメンタリーみたいにして、撮ってる部分と、それから物語の部分がまあ混在してるみたいな映画なんですね。はい。ちょっと東京独特の世界なんですよ、その。はい、まあ、
映画の中では地下芸人って呼んでるんですけれども、はい、そういう、まあ、東京にしかない、ちょっと世界の話ですね。あ、そうなんですね。ええ。地下芸人って言いますと、どういった感じが地下芸人になるんでしょうか？あのですね、まあ、まあ、前、テレビにたくさんのネタ番組があったりとか、はい、今でもその R1 グランプリとか M1 グランプリっていうメジャーな、そのテレビの、お笑い番組ってあるんですけど、はい、まあそういうところにはあんまり出れないようなネタ、際どいネタっていうか、はい、危険なネタだったりとか、はい、まあそういうようなことをやる、その芸人のことを地下芸人って言うんですよ。なんか自分の世界を追求してるっていうか。で、この主人公の横須賀っていうのは、もうネタが全部下ネタなんですよね。なるほど。はい。もうそれだけを追求してて、ただその下ネタっていうのが、ま、ちょっとやそっとの下ネタじゃなくて、ものすごくよくできてるんですよ。もうコントなんですけど、基本的にすごく練り上げられて、はい、まあ、その、ただ、その内容は下ネタなんですね、はい。で、絶対にその下ネタ以外のことはやらないって自分で決めてるんですよ。はい。で、まあ、そういうちょっと変わった生き方をした芸人っていうのが、東京には、まあ、何人かって、まあ、100人とか、はい、そのぐらいはいるんですけれども、はい、そういうその、だからテレビに出ないんで、全国には名前を知られてないんですね。うんで、その一段を、まあ、僕は10年ぐらいずっと見てて、うん、で、そのうち、まあ、横須賀っていうのを中心に何人かを描いて、脚本を書いたんです。うん、だから、ちょっとびっくりすると思うんですね。はい、知らない人は、うん。こういう芸人がいるのかっていう。まあ、ただ、技術もあるし、はい、その、ベテランですから、もう20年とかやってるんで、すごくやっぱ面白いんですよ。で、その、ただ名前が知られてないっていう、狭い世界でしか名前が知られてないっていう彼らを、まあ、主人公にして、映画を作ったんですけれども。ああ、そうなんですね。だからその彼らがどうやって生きてるかってこともこの映画見るとすごくわかるし、どんなネタをやってるかってこともよくわかるっていう。話なんですけども、あ、味噌煮込み好きでございます。はじめまして。あ、どうも、はい、はじめまして、大塚です。はい、よろしくお願いいたします。ね、よく地下アイドルっていうのは聞いたことがあるんですけれども、その、はいはい、アイドルだけではなくて、はい、地下芸人というね、存在がいるというのは、この映画をね、で初めて知ったんですけれども、そうですね。地下アイドルよりも、もっと古くから、まあ、いますね。そうなんですね。地下芸人の方が。はい。そうなんですね、うん。で、この映画はやはりその、実在する、人たちを取り上げて作られた映画ということで。そうですね。はい、はい。ですね。そして、この映画がですね、なんと、名古屋で上映されるということをお聞きしましてね。そうですね、はい。少し今週の土曜日と日曜日にやりますね。はい。3月27日、はい、28日ですね。はい。名古屋ですね。はい、映画館はシネマスコーレという、名古屋の。シネマスコーレですね、はい。駅のすぐそばの。はい。はい、上映はこの2日間なんですね。そうです。両方とも7時からですね。はい、7時から。そして、はい。上映とあと、舞台挨拶もあるとお聞きしたんですけれども。あ、そうです。はい、上映の後に、ライブがあって、はい、お笑いのライブも実際その主人公と、はい、それから、名古屋の芸人さんが、2人出て、3人でライブやって、はい、で、その後に舞台挨拶もやるので、映画で合わせると、両日とも3時間ぐらいのイベントになります。はい、ああそうですか。映画の上映だけではなく、そういった、ことで、楽しみがたくさんあるということで、あとそうですね、それから、その日午後の、午後、その上映の前に、別の場所で、お笑いライブもやってるんですよ。あ、そう、納屋橋の方で27日はあるんですね。そうですね、スタジオラッシュで、はい、東京アディオス、
バーサスオリンピック2っていうイベントを27日にやってて、はい、これは名古屋の芸人さんたちがたくさん出て、それで、アディオスの主人公の横須賀歌丸がゲストに出るっていうライブでですね。あ、実際に名古屋の芸人さんたちと、はい、あとそのね、あの映画の主人公であるね、横須賀さんが出られるというイベント。そうですね。28日の方は、はい。池下シアターココっていうところでやりますね。あ、はい。池下シアターココで。こちらの方はもう、名古屋の芸人さんが。そうです。基本的には、はい、こっちはタイトルが東京アディオス、はい。バーサス名古屋アホですっていうタイトルなんですけど、こっちも名古屋の芸人さんと、オリンピックっていう、はい。名古屋のやっぱり集団っていうかお笑いの集団があるんですけれども、はい、レンガホリオさんっていう芸人さんが中心にあって芸人集団なんですけど、その人たちと一緒に、はい、その人たちの主催で我々がゲストで出ます。あ、なるほど。なんかなかなかない機会でございますよね、はい、そうです ね、 今年が2回目で、ちょうど1年前の、3月27日と28日にやっぱり同じようにやってで、ええ、1周年記念ということで開催してもらったんです。あ、なるほど。上映1周年記念ということで、またね、この2日間が内容の濃い、上映の前に、こういった、お笑いのイベントもあるということで、ぜひぜひですね。そうですね。中身濃いです。このですね、悩ましの、イベントなんですけれども、はい、申し込みはどのようにされたらよろしいでしょうか？これはですね、はい、予約はあるのかな？多分、予約ではなくて、はい、ラッシュに行けば大丈夫だと思うんですけどね。そうですか、はい。3時に開場して、スタートが3時15分なんですが、はい、ちょっとこれ予約のシステムは多分ないので行けば大丈夫だと思うんですけどね。そうですか。何かインターネットで検索して。はい、はい、SNS で、ツイッターとかに出てますね。あ、そうですか。オリンピックで、オリンピックっていうふうに。オリンピックでツイッターで検索していただければ詳細がわかるということで。はい、出ます。はい。入場料はどちらも1000円です。はい。ではですね。はい、映画の方は、あれですね。通常の映画の入場。ちょっと高いですね。はい、あ、そうですか。失礼いたしました。はい。3000円だったかな。これは、はい、シネマスコアレに直接窓口に行って、はい、こちらもチケットを買うことになります。わかりました。では、シネマスコアレで直接、ご購入。そうですね。はい、これは、はい、電話で問い合わせしてもらえれば、わかると思います。何時から予約、チケットを取れるかとか。はい。はい。では、また興味がある方、名古屋の近隣の皆様、シネマスコーレにね、お出かけいただければと思います。ぜひぜひ。はい。はい、そしてですね、DVD もブルーも出てる映画じゃないんで、そうですか。はい。しか見れないので、ぜひぜひ見てください。はい。そしてですね、この、下ネタでちょっとワクワクしている、ものが一人いますので、ちょっとよろしいでしょうか。はい。はい。監督、はじめまして。名古屋の滑り王子、マスクマンと言います。あ、どうも、大塚です。はじめまして。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もうね、持ち時間がないんですけども、簡単にね、ご説明しますと、私の容姿がですね、はい、玉山哲司さんのような容姿で、トークが、チャンス大城さん、はい、こんな感じをね、心がけておりますので、はい、もし機会があったらね、ちょっとキャストの中に。チャンス大城すごくいいんで、ね、映画の中ですごくいいんで、ぜひ見てください、はい、映画。はい、ありがとうございます。ぜひ機会があったらね、私もちょっとね、キャストでちょっと呼んでいただきたいなっていう、そういう気持ちがありますので、よろしくお願いいたします。はい。はい。顔は、会いたいですね。はい。よろしくお願いいたします。はい。よろしくお願いします。申し訳ありません。ちょっと短い時間になりましたけども、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ぜひ、今週末はシネマス恒例にお出かけいただければと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。どうも、失礼します。
はい、メールご紹介します。はい、お願いします。銭形警部からですね、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。若い頃とは違い、食事をとる際に野菜を多めにとるように意識しています。1週間仕事続けで、私は週に 2,3 回はドカメンというラーメン店に行き、レバニラ炒めを必ず注文するようにし、すき家では牛丼にブロッコリーが入っているサラダをとるように、店内にある、和風ドレッシングをかけて食べるようにしています。これね、本当はね、ドレッシングとかも何もなしで、その野菜のそのまま、味をね、堪能するように食べるのが一番いいって言われてますけども、まあ私もね、和風ドレッシング大好きでございます。あとは、ストレスが強くなったためか、昨年8月から一旦やめていたタバコを吸い始めているので、コロナ禍が落ち着いた頃に、タバコを完全にやめておきたいところです。ということですね。やっぱりタバコは、いろんな意味で良くないと言われてますけども、まあ、王子もですね、ストレス解消のためにね、今、こう、いろんなところにね、お出かけすることができませんので、ちょっと吸っちゃいますけどね。ああ、なるほどね。でも、お出かけしようと思うと、家族の方いなかったよね。そんなこともあったね。ですね。家族映画見に行っちゃった時あったね。ですね。ね。ですね。ああ、そういえばですね、シュプリームさんが、喉から手が出るほど見たいって先ほどのね、映画です。でも今は我慢って言って。そうですよね。そっか、シュプリームさんは他県だからなかなかこう移動できないってことかな。これ、実は先日沖縄でも公開してたんですけど。そうですね。はい。大好評だったということで。で、その、ね、またシネマスコーレで再上映、そうだね、今ね、監督にお願いしておきましたので、次のまたね、映画の時にはね、王子が出てるかもしれないので、皆さん見てください。お引き取りください。シュプリームさんが王子が舞台挨拶に登場、笑って書いて営業するよ。地獄を見るわよ。もうやだな。はい、ということでですね、もうエンディングなんです。早い。来週のテーマは年度末。来週のテーマは年度末です。この番組は沖縄の紅芋丸焼き、誠餅店、陸上、海上輸送一貫サポート、東海協和、ザ・カバーズ、絶賛発売中、大城バネサの R サプライ、フォークリフト整備、塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋、トリプルエイト、名誉総裁賞受賞の首里饅頭、那覇、首里、中村製菓、高級木材のご用名は、名古屋、中川名木、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたしました。はい、はい、今週もお聞きくださいました、ありがとうございました。ねえ、もうちょっと大塚監督と喋りたかったです ね、 そうですね、今日短すぎたよ、ごめんね。私本当にもっとね、もっとアピールしてね、うん、一緒に共演するね、女優さんまでね、指名しようと思ったんですけどね。はい、はい、ということでありがとうございました。今週末はシネマスコーレです。ありがとうございました。ガラガラ、お聞きくださいましてありがとうございました。ね、なかなかね、映画の案内もしたいし、王子と監督の、トークも聞きたかったし、いろいろ今日はね、ね、監督にね、いろいろこうアピールしていただいてね、良、かったと思いますよ。シュプリームさんがね、もっと王子のトークが聞きたかったって。だよね。ね、ごめんね。いろいろ持ってたんだけどね、本当に短かったからね。いや、監督に失礼かなと思って。これぐらい、ちょっとさ、それぐらいがいいかなと思って。はい、えまあいいじゃない、舞台挨拶のアピールだけしたんだから。もっとアピールしたかったんだよね。はい、ということで。はい、ということでありがとうございました。